やっと道坂のもうトンネル見えると思います。途中ちょっと雨にやられたんですけど、まああの感謝でちょっと無理させちゃったかな。まあこのあの道坂、まあご存知の方多いと思うんですけど、鶴の方から約5キロぐらい感謝が続くんですよね。そこでペース上げて、まあ急な急斜のところ、ここで対応できないと、まあこの道坂ペースに乗ってトンネルまで来るっていうことは多分無理なんで、あの感謝でのスピードの使い方ですよね。もう全然ちょっとゆうこさん離れちゃったと思います。はい。